鉱山国は、安土桃山時代の日本で用いられた、台湾の別名。日本の文献に見える台湾を指すことが確実な、古障では、最古のものとされる。1593年、豊臣秀吉は、長崎商人の原田久右衛門を、ルソン国の国王に、久右衛門の部下であった原田孫七郎を、鉱山国の国王にそれぞれ兆候を求める書状を託して派遣した。 しかし、孫七郎は、鉱山国なる国を発見することができず当然の、ように領主と配置することも叶なわなかったので、何の成果も上げられないまま日本に帰国せざるを得なかった。この際の秀吉の書状に、鉱山国として書き表されたのが、日本の文献における、現在の台湾に否定される地域の最古の記録とされている。 秀吉の諸城から三十四年後、江戸幕府の治世となった六百二十七年には、浜田野兵が、島民十六名を連れて、将軍、徳川家光に配越を求め、代表者の理科と名乗る島民が、鉱山国施設として、非公式ながら、将軍に配越している。鉱山国の名称は、台湾が、標高三千九百五十二メートルの玉山を、最高峰として、 全島の3分の2が産地で形成されていることに由来すると言われているが、秀吉の書状から3年後の1596年7月のサンフェリペ港事件で漂着船の見分に当たったマスダ・増田森の命によりスペイン船の地図を書き写した西半期バブネ公会地図には台湾に当たる島を指して高佐君と記されている。また、バークレー美術館肖像の世界図屏風には 高山国との表記が見られるが、島の位置は実際の台湾とやや相違がある。この高山国が当時の鉱山国の読みであるとすれば、鉱山国は後世に当てられた読みであるということになる。高佐君は現地語で台湾島の南西部にあたる地域を指す故障であった高佐軍を指すと見られ、江戸時代に入ると鉱山国に代わって高佐軍に 日本で馴染み深い地名の高佐護との音韻の掃除により、当て字を行った高佐護国の故障が使われるようになった。台湾が日本の外地となった後の1898年、佐々木安五郎は台北市で日本語雑誌、鉱山国を創刊した。この鉱山国は、秀吉の書状に見える鉱山国を由来としているが、読みは鉱山国でなく、 高砂とされている。秀吉が高山国王宛の書状を作成した16世紀頃の台湾には前頭を統一した国家が存在せず、南方のオーストロネシア語族に分類される台湾原住民の諸民族が集落を形成していた他は和光の根城が点在する状態であったと考えられている。17世紀には低聖光がオランダ東インド会社を追放して、 全党統一を果たし、停止政権が20年余り続いたが1683年に、真の総攻撃を受けて、停止が滅亡した後は、漢民族の入植が進められるようになった。19世紀半ばには、台湾全党で多数派を形成していた漢民族は、台湾原住民のうち平地に住み漢化が進んだ、民族を平ら保存。 山岳地帯に住み勘化を受け入れなかった民族を、高山版と呼称したが、いずれも、複数の民族を、官民族の視点から区分する呼称であり、特定の民族を指すものではない。1895年からの日本統治下では、平ら保版が平ら保族と呼ばれるようになった。高山版は初はめ正版と呼ばれていたが、茂の用事は、差別的な意味合いを含むため、1935年に、 秩父の宮洋人氏新能の要請で高砂五族へ解消されている。1945年に第二次世界大戦で日本が敗れて台湾の領有を放棄した後国境内戦に敗れて台湾へ逃れた中国国民党政権は日本統治下で高砂五族と呼ばれていた台湾原住民を鉱山族と解消して同化政策を推進した。この鉱山族は 新朝で高山番と呼ばれていたものを番から族に置き換えたに過ぎず、日本で台湾を指す故障であった鉱山国と直接の関連性は見出せない。台湾民主化の流れで1996年に原住民族委員会が発足して、以降は鉱山族を産地原住民、平ら、保族を平地原住民とそれぞれ故障するようになっている。ありがとうございます。